日本ハムファイターズ、東証王国になる。来年はガチで優勝しそう。こちらすでに貼られた情報、来年最強ファイターズが誕生します。一気に強くなるわ。抑えはジャスティスがおる。投手で悩むことはもうないんよ。笑いがないねだからダメなんだよ。ドラにで炊きたとったら切れるが、エルにしてもどうせ残るんやからカイデーやろ。出すハマンナミが HR を予定。松本首位打者予定。今度こそ万全の清宮、野村行き、そしてハムで開花した軍事や。噂はもう加藤も抜ける予定やんけ。ドラフトは佐々木言うとるやろ。ドラフトがどうする気かわからんけど、役折りみたいな飛躍は確かにありうるな。優勝できるかはまだわからんが、先発投手がまともなら試合になるからの打線は伸びしろ考えるとかなり楽観視できる。ネタでも触れられなくなってきた吉田晃生さん。金村が1年まともに戦えばかなりの成績を残す。試合を見とる人ならわかるはず。たまんねえよ金村、来年はフル稼働頼むで。金村復活よかったな。解説者言ってたけど、ハムは投手とか打者の成績は言うほど他と遜色ない。エラーとかの失点がひどい。やから力入れるなら守備やない。守備が悪いチームは優勝できないぞ。ご視聴ありがとうございました。